ヘッスガメスは、スペイン王国マラガ県出身のサッカー選手。イングランドプレミアリーグの入荷するユナイテッド FC、所属。ポジションはディフェンダー。2000年にマラガ CF の下部組織に加入した。2003から04シーズン、セグンダ・ディビシオンに所属していた B チームの一員として、試合に出場し、それから3シーズンの間、セグンダ・ディビシオン残留に貢献した。 2005から06シーズンの中盤戦にトップチームに昇格し2005年11月27日のヘタフェ CF 戦でプリメーラディビシオン初出場を果たした。マラガのトップチームはそのシーズンでセグンダディビシオンに降格したため2006から07シーズンと2007から08シーズンはセグンダディビシオンでプレーした。ベテランのヘラルド・ガルシア・レオンに代わって 右サイドバックのレギュラーの座を確実なものとし、2007から08シーズンのプリメーラディビション昇格に貢献した。2008から09シーズンは、前年度と同じ35試合に出場し、3シーズン連続での3000分出場を達成した。2009年夏にはアトレティコマドリード遺跡の噂もあったが、最終的に残留。2011年夏に、 キャプテンのフランセスク・アルナウが引退したため、ガメスが公認のキャプテンに就任した。2012年1月29日のセビジャ FC 戦に出場し、マラガのトップチームでのリーグ戦200試合出場を達成した。5月15日、契約を2016年6月まで延長した。2014年8月8日、14年間過ごしたマラガを退団し、 アトレティコ・マドリードへ3年契約で移籍した。しかしフアン・フランがレギュラーを務める右サイドバックのポジションを獲得することはできず、2年間で24試合の出場に止まった。2016年7月8日、イングランド・フロリダチャンピオンシップのニューカッスル・ユナイテッド FC へ移籍。ありがとうございます。